石坂浩二、石坂浩二、石坂浩二、1941年、昭和16年6月20日代は、日本の俳優である。俳優のほか、タレント、司会者、画家、作家、翻訳家、作詞家、ナレーターとしても活動している。2015年10月からプロダクションを義に所属。本名、武藤平吉。愛称は平ちゃん。 東京府東京市京橋区、現、東京都中央区銀座生まれの大田区、田園町府育ち。小崎花の幼稚園、田園町府小学校、慶應義塾普通部、慶應義塾高等学校、慶應義塾大学法学部法律学科卒業。神奈川県横浜市在住。石坂ミュージカルエンタープライズ社長。身長177センチメートル。 体重6 5ラム。趣味は絵画で二カ県に入賞した経歴を持つ。元横浜市長の平沼良蔵は、外祖父、元ポニーキャニオン上ム取締役で、音楽プロデューサーの渡辺雄蔵は重低に当たる。高校時代の1958年、ドラマ、お源の魂に、通行人のエキストラでデビューし、1967年に、 出演した泥棒たちの舞踏会で演出家、アサリケータのスカウトをきっかけに劇団四季へ入団。劇団では演出部に所属し、アサリのサポートを務める。在籍中に台本、作詞を手掛けた子供向けミュージカル、王子と小時は対談後も上演され続け、2014年もなおファミリーミュージカルの演目の一つとしてリストアップされている。ドラマ、 映画出演と演出助手の両立は多忙を極め、1967年 TBS ドラマ、平四郎危機一発の出演中に倒れ、異潰瘍と診断されたことにより、劇団式を退団。退団後も俳優業と並行しての脚本家活動はしばらく続き、1972年頃まで NHK 教育の子供向け番組の脚本を書いていた。芸名の由来は、 親友の大空まゆみが自分の好きな作家、石坂洋次郎と俳優、鶴田浩二からそれぞれ拝借して名付けたことによる。石坂本人によると、まだ本名で芝居をやっているとき、TBS のテレビプロデューサー、石井福子に見出され、改名を進められ、石のつく芸名、石井福子の石を取ったとも言われているを、大空の父親が生命判断をしていたこともあり、 石坂工事に決まった。信仰の深い大橋巨泉などから、平ちゃん、本名の平吉か力と呼ばれている。小竹映画、日も月も風の母上で主演を果たす。NHK 大河ドラマ常連俳優の一人で、計11回の出演をしている。最初の出演の、花の生涯と翌年の赤老市には、役なしで出演。1965年の大港期で、 石田光成を演じ、初めて役好きの出演を果たす。1969年の天と地とでは、上杉謙信を演じ、大河ドラマ初主演を果たす。本作は、大河ドラマカラー作品の第一作で、武田信玄を演じた高橋光二と共に人気を博した。1975年の元禄太平記でも再び主演をし、柳沢義安を演じた。 1979年の草燃えるでは、源の頼朝を演じ、北条政子を演じた岩下志麻と共に主演をする。本作で主演を務めたことにより、計算作品で主演を務めたことになり、西田敏行と共に、大河ドラマ主演回数は、史上最多である。1983年の徳川栄康では、架空の人物で有力な豪子の竹之内、波太郎役で出演。 1995年の八代将軍吉宗では、真部昭久役で出演。柳沢義康役で主演した時と同様の、川陽人役を再び演じる。1999年の原読良欄には、キラ光ウ之助で出演し、憎めない新たなキラ光ウ之助像を演じた。2004年の新選組。二は、改名思想家の佐久間正山役で出演した。 最近年の出演は、コ姫たちの戦国で、千里休を演じた。また、大河ドラマ関連作品にも出演しており、NHK 新大型時代劇の宮本武蔵では、本阿弥光悦役を、NHK スペシャルドラマの坂の上の雲では、山本ゴ兵役を演じてる。1970年代前半には、TBS の人気タレント調査で3年連続1位となった。 JNN データバンク調べによる高感度タレントの支持率調査では1972年7月に支持率42.6%を記録し、これは同調査において1970年代の第1位の記録である。映画では1976年横溝正史原作市川根監督による映画犬神家の一族に近大地光介役で主演し、 同年の邦が配給収入に13億200万円のヒットとなり、当たり役となった以後は、市川作品には常連出演している。他に、おはん、ビルマのたてごと、ささめゆきなどに出演。また、テレビドラマ、ワイの悲劇でドルリー霊ーン、映画、危険な女たちで、エルキュール・ポアロに相当する役を演じ、舞台、十二人の怒れる男の8号売ーンなどと合わせ、 推理ドラマでの探偵役を多く演じている。近作のリメイク版、日本沈没では、首相役に挑んだが、大学同期には、小泉純一郎、元首相がいる。憲政課の役は、探偵役以上に配役されることが多く、天皇、聖衣大将軍、首相のすべてを演じている。テレビドラマでは、石井福子及び橋田菅子作品に多く起用された。ナレーションでは、 新人時代のウルトラ Q、ウルトラマン前半や壮年期のシルクロード、渡る世間は鬼ばかりなどが広く知られる。私生活では、かがまりことの同性を経て1971年に浅岡瑠子と結婚するも、ほどなくして別居するようになる。2000年12月、女優である浅岡に実母の介護をさせるわけにはいかないとして離婚。 離婚から間もない2001年1月に再婚を発表。大橋巨泉事務所から独立、フリーとなる。1988年に劇団急戦会を結成。自らの脚本、演出によるオリジナルミュージカルを数多く上演したが、1996年に解散。2001年4月から時代劇、水戸黄門の4代目、水戸光国役,役に起用された。 オープニング演出を市川ンが担当し、史実に基づいたストーリー展開、付けひげをしない衣装をマイナーチェンジするなど、知的でスマートなインテリ項門様を演じたが、2002年5月に石坂が直腸癌の手術で入院したため、1年は余りで降板となった。翌月には復帰したものの、その後はしばらく俳優活動を自粛している。 2003年夏に昼ドラのゲスト出演、カンタです。で、俳優活動を再開、白い巨頭、新選組、東京湾系などのテレビドラマに、レギュラー演した。俳優業のみならず、作家、三田文学会、会員、司会者や、クイズ番組の回答者など多方面で活躍。芸能界屈指のうんちくを誇り、1980年代後半からのクイズ王ブームの際には、 毎回のようにゲスト出演していた。共演者には撮影直前までマイペースでうんちくを語り続けることで知られる。白い巨頭の撮影時、あまりにうんちくを語るため、共演の唐沢敏明を並行させたという。絵画では、油彩画に精通し、2カテで1974年から1985年まで連続入選。一貫してラフを描いている。これは、 アマチュア画家でラフを描くものが少なかったからだという。絵画に関する専門的な教育は受けていないが、東郷政治に支持し、手ほどきを受けている。また、繊細で、写実的な画風で、孤高の画家とも呼ばれる画家、牧野国夫の作品コレクターとしても知られている。2004年からは、横浜市青葉区内で自身が、ボランティアで講師を務める絵画教室。 ヘイアートクラブを主催している。音楽ではクラシックを好み、特にベルリオーズが好きで、日本ベルリオーズ協会の会長を務めたことがある。2011年、平成23年4月1日、全国の交通安全協会で、初めて公益社団法人となった、神奈川県交通安全協会の会長に就任。また、広島県呉市に、戦艦長門の軍艦機を寄贈した縁により、 2015年、平成27年5月9日に、呉市会寺歴史科学館ヤマトミュージアムの名誉館長として移植を受ける。阪神タイガースのファン、カレー作りが得意で、独特のスパイス調合で何種類もの味を作り、自ら缶詰にして共演者に振る舞っている。カレーパンも、好物で、著書がある。行列のできる、法律相談所にゲスト出演の際、 石坂さんってテレビではとても紳士的なんですけど、こう見えて結構独白んですよ。それで、スタッフが上手に消すんですよと司会の島田信介に明かされた。また、トンネルズの皆さんのおかげでしたでも、トンネルズの二人に毒舌であると指摘されたが、今憎まれ、役を演じいるから、役に入っているんですと嘘吹いた。画家としても知られ、自らの作品の展覧会を、 たびたび開催することもある。また、1976年6月26日に開催された石格闘技戦アントニオイノキ対モハメドアリ戦の広告ポスターを描いた。そのポスターを見たモハメドアリが、俺はこんなに醜い男じゃないぜ特賞したという。そのチョキ対アリ戦でアントニオイノキが入場の際に着用したリングガウンも石坂のデザインで、 制作されたものである。モデラーとしても有名で、自宅には模型専用の制作スペースがあり、飛行機のプラモデルをよく作る。日本プラモデル工業共同組合の特別顧問を務め、段階の世代を対象とした、プラモデル愛好団体、ローガンズを2009年2月23日に結成している。ローガンズは、石坂らプラモデル愛好家7名により結成され、石坂も、 静岡ホビーショーへの出品や新会員の募集など、会の活動に従事している。航空機にも造形が深く、2015年4月に初めてハンデイジェットが日本に飛来した際にはそれを自ら体験し、ホンダにしかできない挑戦。それがこのジェット機のかっこよさ、美しさ、革新性を生み出したと述べている。テレビ、東京系列の海運。何でも官邸団では、 番組開始の1994年から2016年3月まで22年に、渡って、島田信介や今田浩二と共に司会を担当。2016年3月をもって、官邸団を降板し、同年4月から2017年9月までは、BS ジャパンの派生番組、極上、お宝サロンのメイン司会を担当した。また、同番組に出品された戦艦長との軍艦機を、 自身で1000万円で購入し、クレの大和ミュージアムに寄贈したというエピソードも持つ。2019年4月30日放送の官邸団に交番以来久々にゲストとして出演した。2006年4月より財団法人横浜観光コンベンションビューローの理事長に就任。これにより2006年6月1日に横浜人形の家の館長の職を 金高薫から引き継ぐ。2010年3月23日付をもって優退。ゴジラのファンであり、ゴジラ誕生30周年記念として復活した、ゴジラ第16作目であり、平成ゴジラシリーズの第1作でもある、ゴジラに出演を希望し、ギャラなんかいらない、ワンカットでも出ることに意義があるんだと監督の橋本、康二に直談判して、ゴジラを最初に目撃する。 原発職員という派役で亀を出演した。1996年放送のテレビ時代劇、あっぱれ夜十郎では、髪を丸刈りにした。当時の TV ガイドによるところでは、坊主のかつらをかぶって横を向くと変なシワができて撮影がたびたびカットされていくことに悩んでいた。思い切って実際に丸刈りにしたことで、撮影がたびたびカットされることはなくなり、 誰よりも早く帰宅できることを喜んでいたが、行きつけの店などで面識ある人と顔合わせをしても、石坂だとなかなか分かってもらえない場合が多かったという。カツラを被らない状態で別の番組に出演していたこともあれば、伊藤ハムの CM ではカツラを被っていたこともある。その後、2008年の映画、私は会になりたいへの出演の際にも、 軍人役として、2011年の大河ドラマ、コ姫たちの戦国では千里九役と死の役作りのため、丸刈りにして役に臨んでいる。2006年12月公開の映画で、市川昆の最後の監督作品となった、井上家の一族リメイク版では、約27年ぶりに、近大地康介を演じ、役作りのために髪を挑髪に伸ばした。2007年7月公開の映画、 劇場版ポケットモンスター DR が VS パルキア VS ダークライではダークライ役として声優に初挑戦した。アフレコでは役と同じように力を込めて動いたせいで次の日には筋肉痛になったことを明かした。2008年11月8日に慶應義塾大学日吉キャンパス陸上競技場にて行われた慶應義塾創立150年記念式典では フジテレビアナウンサーの遠藤玲子と共に司会を務めた。2015年12月31日から2016年1月1日にかけて日本テレビ系列で放送されたバラエティ絶対に笑ってはいけない名探偵24時において9年ぶりに近代地光介として出演している。市川昆が亡くなった際には長寿を読んだ。石坂と共演の多かった。 山岡久野が亡くなった際に山岡が入居するはずだった老人ホームに山岡の肖像画を石坂自身が描き送ったという。大橋巨泉、大空真由美とは上記の通り親友である。また、ドラマなどで共演した小玉清とも長年の親交があったことが知られていた。市川根監督作品では中井貴一とよく共演しており、親交もある。 朝岡瑠璃子との結婚を発表する前後に、吉永さゆりや水前寺清子との交際を週刊誌に書き立てられたことがあるが、石坂に売れはこれらは全部合せ。石坂曰く、朝岡との結婚を当時付き合いのあった雑誌に教えたところ、ライバル誌が起こったために嘘の記事を書かれたとのことで、その後も批判的な記事を多数載せられたという。楽しくご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。